スピナディロースラのロゴマークはママがデザインしたんだよ。私すごく気に入ってるの。ほら、まるで心臓みたいな形でしょ。属性を見下ろさん。まったくいらん心配を。こんなものこれはやはりミュウカウン。おお、ちょうどいいところに来た。これらはすべてわらわの収蔵品。数百年手もつけずに保管してきたのだ。偽物なわけがなかろう。数百年家宝だ、家宝。数百年なんぞザラであろう。おお、そうだぞ。オイラたちが証人になってやるぜ。ほれ、聞いたか。これはモラと引き換えるためでなければ、偽物だと疑うのなら別の買い手を探すまでだ。あ、お客様、そうおっしゃらずに。ならこうしましょう。確かに私には専門家。まあよい、ならばもう少し待ってやろう。師匠。あ、そうじゃく、うん、お前隠し芸と。師匠。構わぬ、後でわらわが運ぶ。秘密の。それでおま、もうご紹介します。こちらは王城堂の角形であり、コン・勝利先生。こちらはカウンさん。ああ、おや、お二方はある種の縁と。買いかぶりすぎです。骨董品や宝物を鑑賞する者は皆経験と審美眼に頼っています。その点において勝利殿と肩を並べられる者はおりませんでしょう。俺にはもったいない言葉だ。相変わらずカウン殿は謙虚であられる。とんでもありません。ぶしつけな質問で恐縮。お二方はまったく何。ああ、うむ、これ以上何を言ってもせ。大変失礼いたしました。たびたび失礼なことを言ってしまい申し訳。ああ、心配は不要だ。いずれも世にも珍しい品と言える。それとこちらだが、少佐殿は見聞の広いお方だ。わかりました、カウンさん。私も腹をくくりました。帰宅に。ああ、オイラたちは俺も日々。それでその、なぜだ。友人で、ま、はい、わらわがかつてリーウェコを訪れた時はあまり長居をしませんでした。故にここの繁栄を見極めることもできなかったのです。ですが定住を決めた今、巷に響き渡る喧騒を耳にし、ここの賑やかさが身に染みております。数千年前とは全く違うものです。人々は潮流のごとく集いてにぎわい、去りて生へ転ず。にぎわいの中にも雅があり、静けさの中にも趣を覚える。幾千万の魂が宝寸の属性にあるのだ。千年が経った時、ここの風景は俺たちでさえ想像のできないものとなっているだろう。その辺にしとけって。たく、空気がしんみりしてきちゃっただろう。ふむ、それもそうだな。宝物も売れたことだし、今日はわらわのおごりだ。共にリーウェの美食を味わいに行こう。実は
ヤンドゥシェンとやらが昔から気になっていたのだ。おや、龍雲神君は忘れてしまったのか。昔その料理を作って振る舞ったことがあるのだが、確か神君もその場にいて食べていたはずだ。そんなことがありましたか。いつのことでしょう。うん、あの日は旧友の顔が皆揃っていた。おそらく数百年前のことだ。きっと当時の龍雲神君は料理を取るのが遅れてしまったのだろう。それで気づいた時にはすでに皆が食べ終えた後だったのかもしれない。きっとその時のわらわは他の者に料理を譲っていたのでしょう。今度こそわらわの風を呼び雲をも切り裂く商法をお見せします。よし、決めたぞ。ヤンドゥシェン、モラミート、カニ味噌豆腐、リーユエサンス、うん、すべて注文しよう。すでに買う。うん、宗玉、おいで、ご飯を食べに行くぞ。そうだ、こっち王城堂に。はい、みんな揃っ。ねえ師匠、仙長賞って食べたことある？仙人が食べたら本当に飛び上がっちゃうの？うん、そういったことはないと思うが、まあないとも言い切れぬだろう。